ヴィラは、プロトンが製造販売していた自動車である。2世代前の三菱、ランサー、三菱、ミラージュをベースとした佐賀の上級版として、セダンタイプのヴィラサルーンの販売を開始。4代目ランサーをベースとし、差別化を図るため、ヘッドライトとバンパーは4代目ミラージュのものが、テールライトは4代目エテルナのものがそれぞれ採用され、ダッシュボードのデザインも変更された。 また、フロントグリルもオリジナルのものが採用された。翌1994年には、5ドアハッチバックセダンの、ビラエアロバックの販売が開始された。また、同年にはイギリスにプロトンペルソナとして輸出が開始された。エンジンは、当初、直列4気筒1.3リットルサイチェシー8。 バルブ 4G13 型エンジン、1.5リットル、サイチェシー12バルブ 4G15 型エンジン、1.6リットル、サイチェシー16バルブ 4G92 型エンジンを搭載し、F5M215 速、マニュアルトランスミッション、または、F3A213 速、オートマチックトランスミッションが組み合わせられた。1.6リットルエンジン搭載車には、 F4A224 速オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。ランサー、ミラージュがモデルチェンジされた1995年にはフェースリフトが施され、新設計のフロントグリルが採用され、テールライトの形状も変更された。同時にリアのウィンカーもクリア化された。また、直列4気筒1.3リットルエンジンが最致 C12 バルブの 4G13 型に変更された。 さらに、翌1996年には、直列4気筒1 8リットル1 6バルブ DOHC4G93 型エンジンが搭載され、プロトン車としては、初めての DOHC エンジン搭載車となった。同時に、2リットルサイチェ C4D68 型ディーゼルエンジンも追加されたが、現在は廃止されている。なお、このディーゼルエンジン搭載モデルは、 プロトン車唯一のディーゼルエンジン搭載モデルとなる。また、1990年代後半と2000年代中頃にも、マイナーチェンジが行われ、フロントグリル、バンパー、内装などが変更された。2004年には、ハッチバックモデルの後継者のジェン -2 が、2007年8月には、ジェン -2 をベースとするセダンで、セダンモデルの後継車と目されるペルソナが、発売されたが、 ウィラの販売は継続されている。2005年にはイランのザグロス・コドロ社がイラン市場向けにウィラのノックダウン生産を開始した。イラはサンスクリットで英雄を意味する。ありがとうございます。